ホストクラブナンバー24。ホストクラブナンバー24の人気ホスト本郷兄弟。このお話は兄の一見常識人に見えて非常識なナンバーワンホストでありオーナーでもある本郷まどかと、俺様で不愛想だけど兄といると相対的に常識人にならざるを得ない弟の本郷和孝が異世界に旅したりタイムスリップしちゃう、そんなお話です。第17話、異世界でギリギリを攻めるホスト。なんだここは。あ、カズタカ、よかった、見つかって。遊園地って一回はぐれたら二度と会えない時もあるから焦ったよ。それは混んでる遊園地だろ、ここはガラガラだ。おかしいな、夢の国ってすごい混んでるはずなんだけど、もしかしてあれかな、今度こそ人類がいない世界に来ちゃったのかな。だとしたらラッキーじゃない。本当に夢の国なのか、ただの人気のない遊園地じゃないのか。そんなことないよ、見てマスコットのネズミがいるし。排水溝から出てきたぞ、本当にマスコットか。そうだよ、あの世界的に愛されてるキャラクターだよ。お前知らないだろ夢の国。まああんまり興味ないよね。だろうな。でも見て鳥もいるんだよ。なんだこの目つきの悪い鳥は。いるじゃん夢の国、なんか鳥が。鳥じゃなくてアヒルだろあれは。アヒルも鳥だよ。それにほら犬もいるし。和風だな、だんだん桃太郎に見えてきた。そう言われるとなんか違うのかな。でもあそこに十中八九マウンテンっていうアトラクションがあるんだけど。なんだその山に間違いないみたいなアトラクションは、絶対面白くないだろ。それにほらあそこに見えるお城は確かあれじゃない、シンデカラ城じゃない。そんな縁起の悪いものがあるわけないだろ、シンデレラだ。少し考えろ。そうなんだ、残念。じゃあここどこ。だから異世界の人気のない遊園地だろかな。でもまあそれならそれで楽しもうか。やっぱり夢の国の食べ物といえばポップコーンだよね。カズタカポップコーン好きだっけ。好きじゃない、冷静に考えてそんなに美味しくない。確かにね、ヘルシーらしいけどね。じゃあ何しようか、遊園地で男2人で。あ、パレードとかもあるみたいだね、それを見るのはどう。今までの流れからしてろくなパレードじゃないだろう。ねえさっきから聞いてたら和孝結構夢の国詳しいよね。常識の範囲内だと思うが。もしかして誰かと行ったことある。あるな。知らなかった、誰と。誰とっていうか言っただろ店のやつらと。ああお前はいなかったな。なんで。嫌われてるんじゃないのか、お前うざいし。ここにいるネズミ根こそぎ店に放って店潰すね。お前の店だろ。夢の国なんか行かなくても僕の声を聞いてるだけで夢心地でしょ。高評価、チャンネル登録よろしくね。